平行な波面が右へ進んでますが、ここから読み取らないといけないことは、S1 と S2 がね、同位相の波源であるということなんです。っていうのも、波面って山を連ねた線だから、これ山がここに到達したときは、こっちにも山が到達してるんですよ。だから、同じタイミングで振動する波源として、右側に波を作っていきます。これが1点目。で、次2点目は、ここで、解説という現象が起こってますよ。解説っていうのは、小さい隙間を通ったときに、ここを新たな波源とする素原波がこんな風に生まれますよ。ほな、これ前の問題と同じで、波羅線とか、波羅線がこう引けるわけですよ。この波。じゃあ次、この辺の干渉を考える前に、やっぱ大事なのは、波源と波源の間で行われていることです。はい。解説して進みますから、結構ギリギリまで進むんですよ。だからこの辺、逆向きに波がぶつかる場所なんで、定常波ができてます。はい。波源間は定常波ね。はい。ほんなら、波羅ができます。その場所に波羅線が通ります。つまり、波羅の個数と波羅線の本数は同じになるんですよ。じゃあ、まず波源間の定常波を考えていきます。真っ先にわかる場所っていうのは、真ん中が波羅であるということですね。ほんなら、2分のラムダごとに、また波羅が。で、また波羅があるわけですね。で、反対側も一緒です。その間に節があるんですよね。ここ節ですね。節ですね。で、今回問題で振動しない場所が2箇所この辺りに見られたっていうのは、この節を通る節線がこう通っている。節線がこう通っている。これが A2 や。こっちが A1。で、波羅線。波羅線。で、じゃ結論書くとこういう風な波羅線ができるんですけど。まあ、双曲線の波羅線や節線ができていると。じゃあ、弱め合う条件式ですけど、ポイントは経路差ですよね。経路差というのは、S1 から A1 までと、S2 から A1 までの距離の差ですけど、弱め合うっていうのは、半波長の奇数倍です。だから、M を0、1、2としたら、こう表現できて、両門の数はこれで書いてますよね。じゃあ、最も経路差が小さい弱め合う線はどれかというと、真ん中のすぐ隣のこの黄色の節線です。はい。これがね、M イコール0の節線です。ちなみにこれが M イコール0の波羅線ね。ほんなら、A1 での経路差は2分のラムダかける1ですから、ラムダの2分の1倍。で、A2 は M イコール1の節線ですから、2分のラムダの3倍です。ね、M に1入れたらここ3になるでしょ。だから、2分の3倍と。で、括弧の2番では、この A1 までの経路差を具体的に求めます。5センチが波源間距離で、A1 までが12センチですから、ここの直角三角形で3平方の定理考えたら、S2 から A1 までは13になるんですよね。ほんなら、経路差は13-12で1センチなんです。それが A1 のところでは2分のラムダですから、ラムダが2センチということがわかりました。はい。波長が2センチというのがわかれば、波羅の位置が正しく決まるようになりますね。2分のラムダが2分の2センチあったから1センチだったんですよ。なので、ここを0。で、こっち5とすると、真ん中 2.5 だったんですよね。ほな、1センチごとに波羅が来てるから、ここ 1.5 です。ここ 0.5 の波羅やったんですよ。ほんで次、-0.5 っていうのはダメですから、波羅は1、2、3。で、下も同じ C5。5個波羅があったってことね。で、波羅線は必ずそこを通るから、波羅線の本数は5本ですよ。これが括弧3番ですね。だから本数調べなさいって言われたら、波源間の定常波を調べてあげたら OK。じゃあ次、括弧の4番で、この波源 S2 をガーッと下に下げます。じゃあ、ここどうなるか言ったら、同じ2分のラムダごとに、ハラハラハラや、フシが存在するから、そのスペースが広がるだけなんで、個数増えますよね。5本だったのが6本、7本、8本に増えていくわけですから、まあ、増がまず前半正解ですね。それから、A1。つまり、経路差が2分のラムダの点はどう変わりますかっていうのが後半の問題ですけど、まずは、波源 S2。これちょっと大げさに書いたけど、下側の波源が下に移動すると、経路差がどうなるかを見ますね。ほんだら、まず S2 が割と上にあるときっていうのは、これ扇形書いてあげたら、経路差ここですよね。
うん。それに対して、ハゲンが下にあるときっていうのは、扇形書いてあげたら、経路差ってめちゃでかなるんですよ。いいですか？ハゲン S2 が下に移動すれば、経路差はでかくなります。経路差がでかくなってしまったんで、2分のラムダを保つには、A1 の位置を調節しなあかんわけです。A1 がもし右に移動したらどうなるかですけど、これとこれ比べてあげたらいいですね。ほんだら、A1 の位置が近いと、これが経路差ね。ここが経路差。なのに対して、右に移動すれば、こうなるんですよ。わかります？これが半径に変わりますから。扇形ってこうでしょ？ね？ほんだら、経路差ね、減るんですよ。こっちが下に下がってしまって、経路差が増えた分、なんとかこれを右に移動させることで、経路差減らすことができますよね。A1 の位置っていうのは、右側に移動していきます。OK？ だから、右へ行けば行くほど、でかくなってしまった経路差を抑えることができて、なんとか2分のラムダを保つことができるよ。はい。だから、答えは遠ざかる。